さあさあ時刻は12時になりました。ドクランジョンビート、本日の相手は私奈良蓮と、こんにちはセバスチャンです。今日もよろしくお願いいたします、はい、というわけで今日は、7月13日なんですけれども、7月13日はね何の日かというと、うん、あれだってイーサンハントの日だって。イーサンハント、イーサンハントっていうと、あのミッションインポッシブルのミッションインポッチブルかん、ミッションインポッチブルなのかポッシブルなのか、ボッチブル、ボッチブル、どっち、どれ、ボッチブルなんだ、あポッシブル、ポッシブル、ミッションインポッシブルの、配給元パラマウントピクチャーズジャパンがですね制定したそうでございます。ほう、ミッションインポッシブルってもう新しいの出るよねこれからね。あ本当に、うん、じゃあなんか今日なんかやるのかな、イベントみたいなやつとかね、ちょうどいいあれだから、うん、やるんだろうね、うん、映画ね、あのトム・クルーズの映画ですよね。トム・クルーズの映画最近あれ何でしたっけ、トップガン、そうトップガンがめっちゃ流行ったねあれね、なんか評判すごい良かったね、すごい良かったよ、なんかただただスカッとするみたいな、うん、なんかあんなにヒットするつもりじゃなかったみたいなことも聞いたんだけどなんかすごい売れたみたいな、ね、さすがにトム・クルーズもいくつだ、結構なるよね、ね、うん、でもかっこよかった俺見たけど、あ見た、うん、うん、うちの嫁がもう大好きでね、トム・クルーズ、トム・クルーズもう買うんだよねグッズいろいろ、ああめちゃくちゃで、トムのなんだっけブルーレイとかね、うん、ウルトラブルーレイなんとかって今あるじゃん、俺全然知らなかったんだけど、うん、なんか DVD じゃないんだって今DVD じゃなくて、うん、今はあのウルトラ HD なんとかなんとかなんだってディスクな、ウルトラ HD ブルーレイディスクだったかな、うん、ディスクなんだ、うん、だけどその昔は DVD だったじゃん、はい、DVD 買うと思ったら、うん、なんかでブルーレイ なのかなと思ったんだよ、うん、ちょっと言い切れないやつ、うん、ブルーレイでも DVD でもなくウルトラ HD なんとかブルーレイなんだって あれは分かんないんだけど、 VHS ではない、 VHS はビデオでしょそれなわけないだろなんで VHS だと思ったの、音割れすごいなこれ、なんだっけ、だから それをね買ってはいいもののプレイヤーないじゃん、プレイヤーあれでも、あ PS もでも見れる、でプレイステ5では見れるんだよ、ああだからもうそれなんだよ、それで見るんだけど、で全然見てないっていうねなんでかっていうとネットフリックスで見れるからね、うん、でいやもうコレクション、そうそうコレクション、円盤を買うっていうそのね、あのオタク的なね、僕はオタクだからすごい気持ちわかるんだけど、昔はいっぱい集めてたからいろんなもの、ガチの人って聞く用と保存用があったりするの、いや知らないよそんな僕はなかったよそんなの、うん、あでも買いましたな3つぐらい、あの意味なく別に買うよ保存用、使うよとかっていうわけじゃないんだけど、握手券とかついてないでしょついてないよ、ただただそれがなくなったらやだなって思って、昔はね、まあ、ちょっとラジオで喋りづらいいろんなグッズを買ってたんだよね、あちょっとオタクだから、何いやらしいやついやらしいとは思わないんだ僕は、ああ世の中の人がいやらしいっていうだけでいや本当だよ、僕は普通に純粋にそれが好きだったから、 あの時はそういうオタク文化っていじめられがちだったから、うん、今はそんなことないでしょ多分分かんないけどまあそうね、アニメの主題歌が世界一になるぐらいですからね、そうでしょ、うん、なんだっけアイドルだ、アイドル、あれ食べて違う、これ食べて好きな本はエビフライですね。夜遊びのライブのそれ見たけどすごいな。すごいなあれな。ああレーザーやらな。あれはなんかこのそういうさ視覚効果みたいなやつ、うん。なんか最先端なのかねやっぱあれは。そう。どうなんだろう。あのレーザーの使い方はすごかったな。もう撮り方もすごいなって思ったもん。うん、キラ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 ってさ、うん、何誕生日とかでこうだから結婚式の時とかにまた紙吹雪をパラ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 って落ちた時に、うん、それを後ろから照明当てるから、うん、その紙吹雪がなんか黒いこう影がかかってはっきりキラキラって見えるじゃん、うん、あれをなんかこう正面から撮ってるっていうそのやり方がうわかっけーと思って、多分昔からあるのかもしれないけどこのレーザーと相まってすごいモダンに見えたんだよね、すごかった、いやもう今、うんなんだろうパフュームやらなんやらってどこまで進化するか分かんないね、すごいね本当にね、どうなのかなって、まあでもなんかこういろんなので追い抜かれてるって言うじゃないですか、何あの技術的にもさ、はいはいはい、オリンピックとかさ、うん、ドローンのやつとかあれ海外のやつだよとかさ、あれ中国なんかそのショーこういうテレビに映らんかったやつな、うんうん、あの効果、うん演出効果みたいなやつってさ、うん、なんかやっぱいくら金がないとかね、うん、世知辛い世の中とはいえやっぱ金あったはずだけど、技術日本一世界一ってね、うん、言われたいよな、なんかなこういうの、やっぱ日本の演出すげえなってさ、うん、なんかそう思うなって、やっぱなんだかんだ一番印象的なのはあれだもんね、緑のスーツ着た何なんだっけ芸人さんが踊ってるやつ
なんですかそれ。あ、東京オリンピックのオープニング、緑のスーツ着たおじさんが踊るやつ。ね、柳拓じゃなくて名前なんだっけ、友近の元カレ。わかんないです。まあいいや、ちょっと全然芸能のこと僕知らないので、うん、そんなトム・クルーズのイベントが今日あるんだったら、うん、まあ、トム・クルーズの演出もさぞすごいんだろうなって思ってたんだけど、うん、なんか嫁が言うには今日かどうかわかんないけど、そのなんか全然宣伝してないんだって。で、会場も変なところだって言ってたね、うん、なんかどっかの港のところでとか、ただ人がいっぱい集めるつもりないのかなとかなんとかって言ってて、なんか特殊みたいだよ、ミッションインポッシブルのなんかイベントっていうか、そういう仕組み仕掛けみたいなやつが、うん、で、でトップガンの時もなんか不思議だったみたいな、うん、なんかあの独特な演出方法とかするみたいだね。ミッションインポッシブルだよね、ダンチダンチダン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 チダンダンダンチダンチダンダンペプシマンってやつ。そうなんですか。僕歌聞いたことないからわかんないですけど僕ミッションインポッシブルそんな詳しくないから、うん、ボケなのかマジなのかわかんないですいや、なんでもないです困るよリアクションに。ミッションインポッシブルもね、言って1作2作ぐらいしか見たことない、昔のやつかな、うん、でも覚えてないしね、中身もね、うんうん、っていうのが、まあ今日イーサンハントの日ということで、トム・クルーズ人気も日本では超すごいって聞くのでね、ちょっとトム・クルーズの話したら聴取率も高くなるかなと思ってちょっと入れてみただけで、うん、全然にわかなのですいません、はい。今日はそして駆け足沖縄ゲスト、子どもの広場 in 那覇で、今日は柴田亮さんに来ていただいておりますので、後で12時半からゲストの時間お楽しみにください。そして今日のトークテーマ、沖江通り うまんちゅ落語祭りということで、僕らホテルストレーターでね、オープニングセレモニー行ってきましたよ、うん、まさに技術の最先端ですよ。15階に行って、すごい綺麗な景色でね、うん、もうなんか落ちちゃうんじゃないかってぐらい怖いギリギリな感じの屋上があって、そこの場所で、オープニングセレモニーが行われました。北山亭メンソーレさんがですね、オープニングを務め、お客さんも結構押し寄せました。満席でしたね、ぎゅうぎゅうの中、すごく楽しい中、スタートを切りました。落語祭りはですね、沖江通りでこれから、いろんなところで行われていくので、今日はどこかなっていうところでちょっと見ていきたいんだけど、7月13日は、14時、このあと2時からホテル山市で、桂銀太郎さん、ら4名ですねの方が落語で出ますし、18時、今日の18時、夜6時ですね、純駆動で行われる予定でございます。夜6時の方はすごいですよ、1、2、3、4、5、6、7、ケイシーさんも含めるとね、8人の方々が出ますので、うん、相当夜の部は盛り上がるんじゃないかと思います。そしてですね、FM 那覇も7月15日土曜日は FM 那覇落語、こちらもすごいんですよ、5人ですね、5人の方々が出るということでございます。FM 那覇の方もですね、相当にぎやかになる予定ですので、お楽しみください。沖江通りうまんちゅ落語祭りの、告知でした。というわけでね、今日はそのうまんちゅ落語祭りのお話も兼ねて、今日すごい楽しかったよね、うん、うん、めちゃくちゃ良かったんで、その話もしていきたいなというふうに思っております。この番組は YouTube ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify で検索していただければ、どちらも聞けますので、ぜひともトークランジョンビート FM のハート検索してみてください。また、リスラジアプリ、お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただきますと、世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます。ぜひともそちらの方もダウンロードしてみてくださいね。今日もトークランジョンビート始まるよ。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に FC 琉球ラバーズ、毎週聞いてね、 FC 琉球ラバーズ、うがい手洗い、 FC 琉球ラバーズ、絶対聞いてね、 FC 琉球ラバーズ。
第6回沖江通りうまんちゅ落語祭り、7月11日から17日まで沖江通りが落語寄せに変わります。各会場無料公演を毎日楽しむ、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様。困った時はお互い様よ。赤い羽共同募金。タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。さあ時刻は12時11分となりました。この後は FM 那覇天気予報のコーナーに参りたいと思います。沖縄本島地方、沖縄本島中南部の今日のお天気は晴れ、ところにより夕方、晴れ、ところにより夜の初めの頃まで雨となっております。風は南東の風、波は 1.5 メートル、降水確率は今日1日通して 20%、 日中の最高気温は34度となっております。注意報警報の方はございませんが、沖縄本島地方、沖縄本島地方は太平洋高気圧に覆われて晴れています。今日13日から明日14日にかけて、高気圧に覆われて晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沖縄本島地方では13日は熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。外出はなるべく避け、室内をエアコンなどで涼しい環境にして過ごしてくださいとのことでございます。熱中症の危険性が極めて高いということで、暑くなって湿度も高くなってくると本当に、苦しくなると、暑い暑いと思ってるうちはいいんですが、大体亡くなられる方っていうのは暑いって気づかない方だったりするんでね、高齢になってくるとそういうのに気づかなくて、いや全然余裕なんだけどなんでそんな暑がってんのって思ってる人が、この暑さでね僕にやられてしまうっていうことがありますので、そのよくね、苦しい苦しいって言ってる人より、そのあなんか平気なんだよね別にって言ってるおじいちゃん見かけたらそれちょっとやばいので、なるべくちゃんと窓開けたりとか涼んでとか、エアコンかけてとか、ね、言うっていうのもね、エアコンのかけすぎで体壊すっていうのもまた別の問題であったりとかするのでね、そこら辺は様子見ながらなんですけど、そのおじいちゃんによってエアコンかけて体調崩すおじいちゃんもいたりおばあちゃんもいたり、なので、だけど平気すぎるおじいちゃんおばあちゃんはちょっと見守った方がいいですね。そっちが危険なので、暑すぎるマジで暑いわって言ってるうちはね、まだちゃんと体が反応してるので安心なんだけどね。なんかね、発火なんか塗ると涼しく感じるよっていうのあるけど、でもそれってでも涼しく感じるだけで実際体温高いから逆に危ないっていうのも聞くよね。そうなんだ、うん、自転車の店太郎さん、レン君、あれセバさんは、セバさんいなかったんですかね、さっきは。レン君、セバさん、こにゃにゃちはこにゃなちはたけしーさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。たけしーさんは、昨日東京は38度まで上がりましたが今日は曇っていて30度で快適です。38度ってえぐいよね。すごい猛暑日が続いているようですね、そちらの方は。暑いとね、もうとっても大変だなって思います。体温異常ってやばいよね、出かけられないですよね本当にね、でも外で仕事しなくちゃいけない方とかね、もういますし、やっぱり今空調服とかさ、いろんなものが発明されて、首にかける扇風機とかさ、ああいうのいろいろありますけれども、やっぱり外に出なきゃいけないからああいうのつけて出かけるわけなんだけど、なるべく出かけなくて済むんだったらこういう時は出かけないで家で過ごしたいよねってやっぱり思いますよね。30度って快適なんだなってね、今年になってよく思うようになりました。やっぱ湿度が高かったから苦しかったんだなって思っててね、エアコンつけないもんね全然ね、やっぱり湿度が低いと。ああ、除湿機か。ああ、除湿機があればなんか全然暑いって感じないのよ、湿気が高くなければ、で割と最近除湿機つけなくても沖縄湿度が低い時があって、あ、なんか過ごしやすいなって思ってましたね。カラッてしてる日、気づいたら31度とかってなってて、あ、暑いんだって思って、で今赤子が生まれたばかりなのでそれとかね、ちょっと様子見たりとか、するんだけど、苦しそうにしてる人はまあまあいなくてね、
やっぱ湿度はでも大変だよね、うんうん、って思いますけど、自転車の店太郎さん、トム・クルーズはかっこいいよね、かっこいいよね、本当にね、いい男だよね、うんうん、なかなかなんか破天荒な感じでしたけど、そうね、うん、自転車の店太郎さん、うちの LD プレイヤーじゃ見られないのってことでLD プレイヤーって試しに入れてみよう。レーザーディスクプレイヤー。レーザーディスクプレイヤー。ウィーンガシャン。トムクル、タケシーさん、トム・クルーズがプロモーションで露出が増えると、琉球トム・クルーズの村山さんも忙しくなりますね。琉球トム・クルーズの村山さんって知ってます？知ってなかったです。うん、なんか似てる。全然似てないんですけど。似てない。その全然似てないのに、うん、ずっとそのトム・クルーズって言い合ってるのがもうむしろかっこいいというか胸を張って俺はトム・クルーズなんだって言い続ければああいうかっこよさも身につくんだ。なんかそのなんだろうね、やっぱその自信を持つっていうの、うん、やっぱ信じるっていうのは力になるなって思いますよね。男前ではあるの？男前なのか、だってでっかいサングラスつけてるからね。でも僕は僕は俺はトム・クルーズなんだって、言い張ってる男は僕はかっこいいと思います、うん、なんか夢を持ってる感じがすごくいいですよね。あ、うん、まあテレビなのかもしれないけれども、自転車の店太郎さん、オタクなんてまだ子供の、あ、オタクなんて言葉がまだない頃のアニメファンよ。オタクっていう言葉がねまだない頃、それはまだどうなんだ、逆にオタクって言葉がないからオタクいじめみたいなのもなかったんかね。オタクっていつくらいから出たんだろうね。多分1990年代ぐらいじゃないかな、ゲームとか出始めたとこじゃないの、うん。熊五郎バブニャンさん、レンさん、クニピー、こんにちは。熊五郎さんからもらったなんだっけ、仙台じゃない、神戸の肉のなんか瓶詰めみたいなやつ、あ、はいはい、あれ食べてますよ、美味しく、ありがとうございます。食べてます、うん、昨日も食べました、少しずつご飯に乗っけて食べてます。ありがとうございます、差し入れありがとうございます。リキュートムクルーズ見た。はい、自転車の店太郎さん、エアコンつけずに除湿機つけるときって窓は閉めるの？もちろん閉めますよ。除湿機つけるときに窓を開けたままつけたら、だって除湿、無限に除湿しなきゃいけなくなっちゃうから、窓は絶対閉めますね。換気するときは換気して、で除湿するときは除湿するっていう風にしますね。もうすごいですよ、洗濯物もすぐ乾きますからね。で6畳用とか7畳用みたいな、うん、ちっちゃい除湿機でも十分、もうカバーできてますね。すごい便利だ、あれ、ね、すごいよね、うん、で取りすぎるってこともないしね、 60% ぐらいだったら止まるし、うん、いい感じのにしてくれますよね。たけしさん、村山さんはトム・クルーズ公認なんだぞ。だからなんだよ。これサングラスしてない、公認だろうが公認じゃなかろうが、なんだ、僕はかっこいいと思ってたから、もともとサングラスしてない方が似てる気がするな。自転車の店太郎さん、高校生にもなってアニメ見てるって変人扱い。あ、そういう時代か。そうだよな、子供向けっていう印象が多かったんだよな。今は深夜アニメとかがあるからね、うん、はい、というわけで以上、天気予報のコーナーでした。さあ、時刻は12時18分でございます。いろんなニュースがある中で、どうしてもこれ読まなきゃいけないのかなって思ってるニュースがあって、リューチェルさんの件ですね。ここから話すことはですね、僕メディアがいっぱいこれ取り上げて、何のために取り上げるのかって考えたら、やっぱ残された人たちのために考えるし、喋ることだと思ってるし、うん、だから、このことを取り上げて、ショック、もうきついって、でもう聞きたくないと思う人は、僕ぶっちゃけメディアから少し離れた方がいいと思う、うん、僕もそのロフラジオの人だけど、うん、僕だったらそうするわけ、うん、あ、今はちょっとしばらく、聞かない方がいいなみたいなね、うん、そうすることによって心が楽になったりとか、うん、メディアって押し付けじゃないですか、うん、めっちゃプッシュしてくるじゃん、うん、だから今話したいのは、そのリューチェルさんのことってよりかは、こういう時ってどういう風に心構えした方がいいのかなとか、気持ち的に落ち着いた方がいいのかなってことを発信できればいいなって思ってて、もう慣れてる人は今の時点でチャンネル変えてると思うので、全然いいんだけど、今そのことがあってもうショックすぎて、もう胸も苦しくてっていう人はどうすればいいのかって話なんだけど、まあ今言ったのが一つ、メディアから離れる、うん、テレビとかニュースとかラジオ聞かない、そうするともっといいものがいろいろ見えてくるからね、うん、沖縄には青い空、青い海、自然豊かで綺麗なところがいっぱいあります。辛いって感じたらメディアから離れるってことももう大事なことだから、どうか一人になってね、考えたりとかそういうことしないように、
してほしいなっていうふうに思いました。いろんな意見がブワーって出てくる中で、もう毎回この話があるたびに僕思うことなんだけど、誰かが亡くなられた時に亡くなられた人の思いの考察をみんなするじゃん、うん、こうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかって、さっきも言ったけど、こういう報道って何のためにするのかっていうと、僕残された人のためにすると思うから、その報道自体が僕らの道徳心だったりとか、僕らの気持ち、こういうことを起こしちゃいけないよねって気持ちを高めるものだと思ってて、みんなこういう意見いろいろ言ってくると思うわけ。誹謗中傷やめようよとか、うん、もっと人優しくしようよみたいな。でもね、僕はこう思うわけ。亡くなった人の気持ちってわからないじゃん、うん、何考えてたかわかんないじゃん。全然的外れなこともあるじゃん、うん、全然関係なかったこともあるかもしれない。だってもう何も答えはわからないんだから。で、僕自身がね、死にたいと思っていた時、苦しいと思っていた時に思ったのは、誰にも気持ち分かってもらえないなって思ったわけ、うん、もうだから死にたくなったわけで、いいことも悪いことも含めてよ、だからお前はそうなんだって、学校行っときゃよかったんだみたいなこと言われたりとかして、で僕全然それに対して傷ついてないわけ最初はね、うんうん、僕だってそれに対してもう自分で選んだことだから、それはそれでいいと思って進んでたから、うん、全然ポジティブだったわけ。なのに辛かったのは何かっていうと、辛いよねって、あんなこと言われてさって、辛いよねって言ってくるやつがいたわけ。ああ学校行ってないから辛いんだってって、うん、そんなこと言うやつってひどいよねみたいな。全然俺思ってないんだよ、うん、いやそんなことは思ってないけどみたいな。でもそう言ってくる人が僕の気持ちを決めつけてくるわけ、うん、善意でね、うんうん、それされた時に僕はすごい重くなったわけ。え、そうなんみたいなむしろきつい言葉よりもそういうふうに決めつけられること自体が辛いんだなって思った、うん、で今回の、報道に対して僕が今言った話で、あ、分かるって思うリスナーもたくさんいると思うわけ、うん、こういうふうに亡くなった人のことをさ、後からもう何も言えないのに、こうだったんだって、ああだったんだっていうふうに決めつけていくことをメディアがやってること、あとはいろんな人が SNS でやってることを見て絶望する人っていると思うんだ、うん、僕も絶望するタイプだけ、うん、死んだらこんなして決めつけられるんだって、全然関係ないのにみたいなね、全然そんなことじゃないのにって。だから僕はもうその流れ自体、メディアが報道するこの流れ自体がちょっと間違ってるって思うんだよね、うん、すごくなんか、嫌だなって思ってて、僕今ここまででそのリューチェルさんのことは一言も話してないんだけど、うん、この流れのことね、いろんなことがあるよ。ラジオを聞いてる人も死にたいと思った人が、一人一人いると思うよ。でその人たちってさ、やっぱり、まあ僕いろんな理由があると思うけど、僕が言った理由のこともわかると思うんだけど、お前はこうなんだからって決めつけられたりだとか、あなたはこうなんだよねっていうふうに言われたりとか、もう的外れなこといっぱいあるわけ。お前こうだから怒ってんだろうとか、お前こうだから落ち込んでんだろうみたいなことを言われたりとかする、うん、それが一番決めつけられるのが辛くてね、うん、で今のこの報道の流れもほとんど決めつけだって思ってるわけ。で誹謗中傷はもちろんなくした方がいいと思うよ。良くないし、うんうんうん、人を傷つけることだってあるし、だけどまあそれと、まあ、この人はそう思ってたからそうなったんだみたいなことを言い続けるのは、僕はその今残されてる人からするとかなり辛いことだなって思うわけ。ショックを受けた人がたくさんいると思うけど、ショックを受けた人ほどこの話分かるって思ってくれる人もいると思うんだけど、だからこそ、このね、ショックを受けてる人ってさ、この流れにショック受けてるじゃん、うん、俺も分かるよって言いたいわけ今その人にね。で分かるって人いっぱいいるから安心してって言ったわけ。黙ってる人が、黙ってるけど分かってる人いっぱいいるから、言葉にする必要がないって分かってる人がたくさんいるから安心してほしいなって思ってる。今この出来事があってショック受けて、もうやだなやだなって思ってる人たちはに、今これこのメッセージをどうしても僕届けたかったから、分かるよって、分かる分かる、しんどいよねって、この流れね、しんどい、本当にしんどいよね、メディアの報道ってしんどすぎるよねっていうのは本当に伝えたかった。で一番やっぱり思うのは、たびたび思うのは選択肢だよね。この間も言われたけど、死ぬ以外の選択肢が、うん、見つかったらすごい幸せなことだよねってやっぱり思う。でいろんなこの報道陣だとか法律を変えようだとかさ、ルールを変えようって流れがいっぱいあるんだけど、一番大事なことって自分の隣の人をどれだけ応援できるかってことだと思うんだよね、うんうん、自分の隣の人を応援できる人は SNS でこんなこと言わないと思うんだよ、うん、だからそういうふうに、
自分の隣の人を応援するっていう、まあ、いろんなルール変える、法律変えようとかっていうのはもうそれはそれとして、あの自分でできることはそういうことだと思うよって話。はい、というわけで、こういう報道をしたときはね、報道という話をしたときは必ずこの命の電話とか日本命の電話とかね、うん、繋ぐっていうのが、やっぱりこれすごくデリケートな話なので、うん、なんでデリケートかっていうと、こういう放送を聞いて死にたくなる人がいるわけ、うん、僕もしんどいよって思う。だから命の電話を伝えしますね。沖縄命の電話じゃなくて日本命の電話を伝えますね。あのなんでかっていうと、その結構県外リスナーも多いので、どこからでもかけられるように、はい、はい、その地元のやつにもあると思うので、地元のも検索してもらえばいいんですけど、日本命の電話は、ナビダイヤル 0570-783-556、 繰り返します、 0570-783-556 となっております。午前10時から夜10時まで、電話つながるそうですので、なんかしんどくなったな、苦しくなったなと思った人はぜひそちらの方に相談していただければというふうに思っております。はい、以上、このことに関してはもうこれ以上僕は何も言うことがない。まあ一つ言うとすれば、本当に安らかに眠ってほしいということでございます。はい、というわけで、この、この後はっていうか、この後は、またコーナーに戻りたいと思います。そう、全然関係ない話なんですけど、はい、トークテーマとも、うん、この間自転車の話したじゃないですか、まあ、リスナーと自転車、トークテーマ自転車で、でファットバイクがうんぬんだって話したじゃん、タイヤぶっといやつで、僕は体がでかいので、うん、そのでかいタイヤがでかい自転車に乗ったら似合うんじゃないかみたいな、うんうん、でもめっちゃ調べてたわけですよ、その後、うん、でもタイヤでかいだけの自転車はやっぱその走り出しとかすごい重いらしくて、でこの坂道が多い沖縄ではかなり辛いっていうことを聞いたんだよね。だから電動じゃなきゃやっぱきついんだなっていうのが思って、まあ、電動で調べてたら、まあ20万とか30万とかするわけよね。バイクと変わらんね。もうバイクだよそれ、うん、バイクなんだけど、まあそれはそれでいいやって思いながら、でも密かにそういういつか欲しいなってね、うん、憧れを抱いていて、うん、昨日ウォーキング、僕夜ウォーキングしてた時に、うん、見つけたわけよ、その普通に路駐してるワットバイクを、はい、それがむっちゃかっこよくて、はあ、みんなに調べてほしいんだけど、ブロンクスバギーってやつ、はいはいはい、すんげえかっこよかったわけ、ブロンクスバギーが、バイクだったわけ、もう見た目がほぼなんかね、タンクみたいなところに、バイクのタンクみたいなところにそういうタンクみたいな形のカバンを置いたりとか、うん、はいはい、で自転車のサドルがなんかこのバイクの椅子っていうのシートみたいになってたりとか、ショートのシートとロングのシートみたいなやつがあって、でライトも自転車のライトじゃなくて、本当になんつうの、バイクの CB みたいな、うん、丸いさライトみたいな、はいはいはい、つけて、これで、うん、もう超かっこいいやんけって、かっこいいな、写真で見た時は俺よく分かんなかったんだけど、うん、その路上で本物見た時はもうめちゃくちゃかっこいいと思って、うん、すげえ欲しくなっちゃったんだよね。でもこれ20万とか30万23万4万、うん、いやでもこれはかっこいいなって、ブロンクスバギーっていう、その正面から見たらマジバイクだね、もうもうもう株みたい、株じゃないけど、写真で見ると、うん、なんかねちょっとチャチク見えるけど、マジ生で見たらもう全部のディテールが細かくて、うん、もうずっと見てられるんだよ、かっこよすぎて。オールブラックだった？ね、いやね、いろんなところにちょっとおしゃれな、これカスタムしてたんだよその人、あ、はいはい、もうただ買っただけじゃなくて、ただ買うだけだと骨組みとライトもこんなんじゃなくて、なんかカスタムしてね、うん、行ったりするんだけど、それがもうかっこよすぎて、自転車でってことだから、ノーヘルでいいんだよ、ノーヘルで電動、電動だからもうバイクやんけって。速度はだいたい27キロ、26キロか7キロまでって決まってるらしいんだよ、それ以上はなんかダメみたいな、まあ、リミッターがかかるらしくて。でもヘルメットはしてください、ね、まあ、ね、ちょっと待って、それで、なんだっけ、速度制限があるから、さ、全然スピードがグワッて出るわけじゃないんだけど、はいはいはい、坂道とかはもう登れるじゃん、うん、だからもうなんだ十分なんだよね、うん、で街乗りで出勤とか、 なんか那覇市内でだったらもう全然それでいいなっていう雰囲気があって、うん、で何よりいいなと思ったのが、カスタムの良さっていうの、もうなんかいろんなことができるんだよね、この自転車。
サドルも何にもかもこう変えられるし、まあ、普通の自転車ももちろん変えられると思うんだけど、みんなのカスタムみたいなやつを動画で見たらもう全然違うわけよ。あ、だからうわそれがもうくっそかっこいいなって思ってて、うんうん、自転車の店太郎さん、自転車はカスタムを楽しみの一つだからね、これいくらあっても足りない金があって思いましたね。20何万で買って20何万からカスタムでしょ、うん、そっからのカスタムだから。いやでもこれを趣味にすればもういいわけだから、もうキャンプ趣味もやめて、うん、何もかもやめて、これでキャンプ行けばいいじゃん。もうやめるやめる。自転車しか買えないから、うん、あぜひこれおすすめっていうかね。じゃあ全然関係ない、昨日見たからみんなにもう俺伝えたくてさ、このブロンクスバギーの素晴らしさを。じゃあビブロス堂のフリマでキャンプ道具一式売りますか。足りんてだから。1万にもならんわ全部売っても。はい、というわけで時刻は12時半もありましたので、この後は素敵なゲストを紹介していきたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。あけぼの清き民波の町は田舎の数ましていや栄えゆく我が那覇市、緑も深き大野山めぐる入江の水なごみ、清き心にも人の親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上仰ぐ誠を捧げもて理想の時事に進まらん望み輝く我が那覇市。主にぎを一マイル誇れる島に笑顔咲く、優位の心で共に生き平和育む我が那覇市。さあ時刻は12時33分になりました。トークランチョンビート、ここから沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄。今日のゲストは子どもの広場 in 那覇の、柴田亮さんに来ていただいております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子どもの広場 in 那覇ということで、場所は那覇にもちろんあると思うんですけど、どこら辺にある子どもの広場なんでしょうか。ハエバルの近くの、上間のところにあります。はいはいはい、上間の方だ、はい。この子どもの広場インナハ、どんな活動を普段されているんですか。普段は、子どもの居場所として、3時ごろから、はい、6時ごろまで、遊びや、うん、プリントを見て、学習支援とか、はいはいはい、そういったものをしております。3時から6時っていうとやっぱその学校終わってから来れる感じですね。はい。あ、いいですね。じゃあもう学校終わりに子どもの広場行こうよみたいな感じで行って、はい、それでそこで遊んだりプリントやったり、まあ、宿題やったりもしていいんだ。そうです。はあ、そういった活動されているっていうこと。僕実はこの、団体の、活動もっと前から知っていて、その時は結構ゲーム機とかもあったりとか、はい、今もあります。今もあります。だからさ、うん、子どもの広場とか子どもが集まるところってさ、やっぱ楽しくなきゃダメじゃん、うん、で大人によってはさ、うん、ゲームなんかいかんみたいな、もう教育に良くないみたいなこと言ってさ、アダプター隠しとけ、そうそうそう、そんなこと言ってそれはそうかもしらんけど、うん、やっぱ楽しくないといかんよねって思ってて、うん、だからこの時細田先生が、まあ、細田先生、うん、代表って誰なんですか。細田先生ですか。細田茂さんです。あ、はい、奥さんですね。その、はい、そうです。方々がやられた時にもうゲーム機置いてるなんてすごいさすがだなって思ったわけ、うんうん、
あのパソコンの教育とかもさ、なんかパソコンを寄贈しますみたいな、はいはいはい、でなんかプログラム勉強させますみたいな、うん、って言われてもあの子供たちやりたいと思えないじゃん、うん、まずマインクラフトとか入れないとダメじゃんまずパソコンに触れさせたいんだったらみたいな、だからなんかそういう意味で子供が集まりやすいきっかけみたいな、子供の心を本当に掴むいい活動されてるなと思ったんだけど、今もやってらっしゃるって聞いてすごく嬉しいなって思いました。子供の広場インナハではそうやってじゃあ3時から6時までってことなんで、夕食は取る感じですか？はい、5時頃から提供はしております。いいですね。夕方じゃあ食事取ってで6時にしまって、お、それを週何ぐらいでやってるんですか？週5やってます。週5でやってるんですか、はい、もう平日ずっとって感じ？月火が今お休みで水曜日から、日曜日までしております。じゃあ土日もやってくれるっていうのは、はい、だってほら平日はまだ給食があるからいいじゃん。あ、でも土日ってないじゃんね、はいはい、うん、そうだね。そこカバーしてくれるって嬉しいですよね。はい、土曜日も一応あの10時から、うん、あの朝からやっておりまして、5時頃までやっております。じゃあ昼も出るってこと？はい。おお、すごい。それはもうとても素晴らしい活動ですね、うん、どんだけパワフルな。だって今週1とか週2でも一生懸命やってるところがある中で、うん、週5でやってて昼も出すよってなったらもうほんとそれって完璧だよね、うん、うん、ありがたいよね。助かるよね。すごいこっちの近いところすごい助かるよね。喋、うん、りすぎてすいませんハッとしてしまった今すごいなって思っちゃってだってそれだったら安心して期待していいじゃん。あのほら、うん、生活の中に組み込んでいいじゃん、うんうん、でお昼と晩はとか晩はあっちで食べていってくれればその分助かるわって言って他のことにお金貯蓄できたりとか、うんうん、で週1とか週2だったらまあちょっと助かるわっていう、うん、まあありがたいんだよ、めちゃくちゃありがたいけど、うん、生活の中に組み込めるっていうのはすごくいいなって思いました。すいません喋りすぎてだからよだってすごいじゃん、みんなわかるかと思ったわけこの凄さが伝わってなかったやだと思った、うん、そんな子供の広場インナハなんですけれども、この活動を始めたきっかけっていうのはどういったきっかけだったんでしょうか？5、6年ほど前に、はい、子どもの食堂のことを知りまして、はい、そこから、子どもの広場インナハで、子ども食堂の手伝いボランティアをさせていただきました、はい、でそこから、年に数回、約1ヶ月ほど、はい、やっておりましたけれども、はい、2020年頃になりまして、はい、コロナ禍になってそれで頻繁に行ける機会が減ってしまいまして、はい、緊急事態宣言とかそういったものも含めてなんですけれども、うん、で年末とかゴールデンウィークとかを利用して子どもの広場には行ってたんですけれども、うん、まあ去年ほどから、スカウトがずっと何回か来てくれないかっていう、うん、言われまして、柴田君来てよって、はい、はい、そうです来てよ柴田君、はい、押されてそれで、はい、3月の末に移住して、うん、こちらの方に来ました。移住してから、はい、あ、すごいっすねすごっ、はい、移住、この支援のために移住したんですか？はい、もう成人じゃないですかちなみにどこからです？大阪からです。大阪から、はい、すごすぎる。スカウトすごいな。スカウト部長、いやスカウトもすごいけどその来た、うん、支援のために移住してくるっていう、うん、そのだって大阪で普通に仕事してたんですよね、はい、もういい仕事普通にしてて、うん、それやめて、はい、よし沖縄の子供たちのために行くぞそうです。一応うん、まあ、子供たちと遊んだりとか、はい、学習とかそういったもので、見ることが転職だと思っていまして、それで今、はい、沖縄行った方がいいだろうなと思いまして、はい、札束も積まれたんですか、はい、そんなに札束でも積まれたんですか全然ですよね。答えにくいこといやお金儲かる仕事じゃないから、はい、本当にその子供たちのためにそれは転職だと思ってって、うん、いやスカウトもスカウトですごいと思うけど、その細田先生が奥さんか来てよ来てよもうそうだと思うけど、はい、いや行くって判断ももうすごいなと思って、うんうん、本当にありがたいよね。沖縄にそういう人が来てくれるっていうのが、
でその平日っていうか、まあ、週5でやってらっしゃるってことで、だいどれくらいの人数の子どもたち来るんですか。だいたい今20人から30人、まあ、来ております。すごいな、マジで20人が30人集合で、ご飯配ったり居場所作るってさ、うん、いやもうとっても賑やかな感じだろうね。なんて呼ばれてるんですか、子供たちから。まあ、呼び捨ての時もありますけど、あの、うん、寮先生とかそういった感じで、はい、うん、言われております。さんをつけろよとか、ね、はい、そうです。そこでまたキャッキャするよ、ね、うん、ありがとうございます。今の夢とか目標ってありますか。はい、子どもたちが今来ている子どもたちが大人になった時に、うん、あの子ども食堂があったから楽しめたとか、あの成長できたとか、うん、夢を見つけることができたとか、うん、そういったことが、できるような子ども食堂にしていきたいと思っています。うん、感動するんだな。へえ、本当になんか子どもたち、子ども好きなんですね。はい、いい。今その課題に思ってることとか、むしろこれ問題だな、はい、なんとかしたいなとか、うん、あとリスナーで聞いてる方はそこまでその現状について知らない方も多いかもしれないんですけど、みんなに知ってほしいことだとかってありますか。子ども食堂っていうのがあのどういうところなのかっていうのがやっぱり見えにくいので、うん、あの不安に思う子ども、子どもたちとか保護者も多いと思うんです、うんうん、そうです。でその大人が行くなとか言ってしまっている保護者もいることで、うん、あの壁が大きいかなと思っております。うん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 、であのやっぱり楽しめるような場所であることを目標に、うん、あの今やっておりますので、うん、はい、そんな感じで、あの、はい、もうなんか長いこといろんな子ども食堂とか子どもの居場所のそのインタビューしてて全然気づかなかった課題だったけど、うん、あの行くなって親もそういえばいるよね。そうよね、全然思ってなかった、うんうん、そういえばそうですね、はい、なんでかって言ったらあのもうそこで変な友達とつながったりとか変なことになったりだとか、うん、で悪いこういう関係ができたらとか、うん、であとなんか物取られたりとかなんかそういうことがあったらどうすんだお前みたいなことってあるなって思って、うん、全然それ思ってなかったから、うん、でそれを解決するっていうかあの信用してもらうにはやっぱその体制だよね、うん、あのこういう体制でやってますとか、支援の中の今日は本当柴田亮先生、先生って言いますね、はい、柴田亮先生みたいなこういう人がちゃんと見てくれてますよっていうことが分かるような、うん、安心できるようなあのことが発信できたら本当はもっと利用率って利用率っていうか利用しやすくなるのかもしれないですね、うん、全然あの今まで来た人そんな感じの話しなかったからあの言われてみたらそうだと思いますね、うん、確かに喋りすぎてすいません。いや本当にそうだと思います。ありがとうございます。そうというわけであの、はい、今課題まで聞いてったんですけれども、うん、あの柴田亮先生ですねが僕もうすごく気になっちゃって、なんかその亮先生も子どもの頃にそういったなんか貧しかった経験とかそういうのがあったわけじゃないんですよね。ありました。なかったです。本当にただただ子どもが好きでっていう、はい、へえ、そんな人っているんだ、怪しいな。冗談ですよ。いや本当にだからこういうねあの人がいるから安心してってことですよね、うんうん、なんかでも子どもの広場インナハに関しては本当に安心できる場所な感じもするんですけど、スタッフって何人ぐらいいるんですか。現在は、代表の人、茂美先生と僕の2人でやっております。うん、すごいな茂美先生、もうじゃあずっと本当に献身されてるんだ。はい、いやもう何年も前からだよ、うん、とってもすごいと思う。継続が一番大変じゃないですか、はい、同じことを繰り返す子どもたちの成長を見守りながらかもしれないけれども、うん、そうだったんだ、ありがとうございます。今このラジオを聞いてあの子どもの広場インナハの内容について皆さんも知ったと思うんですけど、この中に協力したい、自分も何かしたいっていう人がもしいたらですね、どんな協力を今募っているか求めているかっていうのがあったら、人でも物でもお金でも何でもいいので教えてください。今のところなんですけれども、まあ、ボランティアとかあと、まあ、寄付金もお願いしたいかなとは思っております、うん、あと、貧困家庭の支援もしていますので食材も提供していただければありがたいと思っております、うんうん、
ありがとうございます。寄付先などはじゃあその子どもの広場 in 那覇で検索すれば出てきますか？はい、はい、出てきます、はいはい、皆さんあの子どもの広場、まあ子どもの広場ってそのまま打ってもさっき出てきたんですけど、一応子どもの広場 in 那覇までですね、検索していきますと、素晴らしいホームページが出てきます。ブログなども充実してますね。ブログ開いたらもうつい昨日のこととかも上がってますし、これ誰が更新してるんですか？代表の、すごい、はい、マジでやっております。茂美先生がやってる。はい、そうです。めっちゃすごいな。そうだったんだ、はい、感動します本当に。その献身というか、はい、あの働く姿勢に関しては。でプログラミング教室などもやってるんですか？それが、今年の8月からわあの今からやり始めます。すごい。弁当配達事業も、弁当配達事業は前から昔からやっております。うん、わあ素晴らしい。配達ってほらあの大事なことじゃんね、うん、相手のお家も見れるしね、あの状況も聞けるしね、うん、そうだったんだ。そんな風にですね、ホームページの中にはすっかりあのしっかりこの活動の内容とか方針も書かれていて、すごく透明性の高い、もう分かりやすい、活動されていると思いますので、ぜひともその協力したいという方はよろしくお願いいたします。最後にですね、この柴田先生からなんか皆さんに伝えたいことだとかメッセージってありますか？はい、一応、イベントとしまして、7月29日土曜日に、はい、那覇市の社会福祉協議会で、はい、10時から15時まで、子どもの居場所のサマーフェスタっていうものを、開催します。はい、で、はい、その中では、まあ、子どもたちやスタッフが作った、ミサンガとか、あとはけん玉教室、自分があのけん玉のライセンスを持っていますので、それをしたりとか、けん玉検定をしたりとかもしていきます。で、あと今年の8月から我那覇公民館で、子どもの広場 in 我那覇をしていきます。で、時間が、1時から6時まで、祝日土曜日などは、11時から開けていこうかなと思っております。わー、なのでまあ、あと、はい、子どもの広場 in 那覇はあの8月1日から夜の、居場所事業もしていきたいと思っておりまして、申し込み制です。で、最大21時までやろうと思っております。はい、すごっ。はい、人はいるんですか？今のところ、求人として出しておりますけれども、はい、じゃあ柴田さんが先生がずっとやらないといけないじゃん。はい、そうなんです。一応、子ども支援の担当は今、求人で出しております。はい、で、そちらもしあの子どもが大好きな方とか、はい、いらっしゃいましたら、あのぜひ子ども食堂の方にあの働いて、あの行っていきたい、行ってほしいなと思っております。これ求人ってことはボランティアじゃなくてお給料出すってことですか？はい、そうです。わー、すごい。で、あとはあの大学生の学習支援の、優勝ボランティアも今のところ募集中です。うん、わー、それもお金出して、大学生はお金欲しいですからね。うん、うん、いやもう完璧ですね完璧すぎですね。なんか今まで来たゲストの中で一番完璧な火の打ち所のないっていやすごいですね。夜のっていうのもすごいな、はい、カバーできるっていうので。そして子どもの居場所サマーフェスタですよね。はい、僕これこういうの本当に大好きで、あの子どもの遊び場っていうか、うん、イベント関係の遊びって本当少なすぎるって思ってて、はい、あったらあったで屋台の料理めっちゃ高いしお祭りかかってる、どんだけ取んねんってぐらいもう、はい、今沖縄で子どもの貧困って言われてるのに、うん、高すぎるって思うんですよね。野球の時思い出す、うん、800円とかさ、うん、900円とかで食事を、うん、いやーもうこれ子供で行けるっていうのはもうなかなかって、はい、家族で行くっていうのもなかなか、うちなんか無理だもんだってどの層が行くんだろうっていうふうに思ってたから、うん、こういうサマーフェスタみたいなイベントがあったら本当に、はい、子供たち喜ぶなって思いました。あと失礼ながら柴田先生っておいくつなんですか？今36です。そうなんだ、はい、じゃあもう50歳ぐらいまではすり減っても大丈夫お互い頑張っていきましょうね。はい、ありがとうございます。はい、はい、あでも気になったのがけん玉、はい、検定、はい、資格、
はい、お持ちで、はい、日本けん玉協会の、ライセンス、2級指導員というライセンスと、グローケンの、けん玉先生を持っております。あ、グローケン、はい、グローケンってなんですか。グローバルけん玉っていうところがありまして、グローケン、はい、グローケンです。グローケンっていうんだ、はい、もうそんなのけん玉やってる人しか言わない言葉じゃないですか、はい、グローケン、グローケンっていうんだ、グローバルけん玉のこと、はい、あとさっきも聞いたけど三振もね、10年ぐらいやられてるって聞いたので、はい、本当に多彩な柴田先生、はい、お会いに、あの、会えますよね、サマーフェスタではね、はい、はい、お会いになりたい方はぜひとも、もう会いたいっていう理由でもいいと思うので、サマーフェスタで、またお会いしましょう。というわけで、今日は子どもの広場 in 那覇、柴田亮先生に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にすごかった、うん、すごい団体、うん、いい活動をしているっていう本当に、お手本のような団体でしたね、うん、まあ、こういう活動が本当にみんなやりやすくなればいいなと思うし、はい、どうやってやってるのっていうのもね教えられると思うんですよね、うん、だからみんな聞きに行ったらいいのにって思いますよね、うんうんうん、本当に、まあ、実際されていると思うんですけど、そんな活動も、まあ、本当にこの細田茂美さんと、柴田さん、もうこのお二人すごいね、人がいっぱいいるとかじゃなくて2人でやってるんだから、うん、2人で感動するわ。で、ほぼ毎日スカウトする前の1人でやってたってことやろすごい本当に、うん、いや立派だなというふうに思いました、はい、コメント全然読んでなくてすいません、今ザーッと読んでいきたいと思いますね。はい、というわけでどこから読もうかな。ルルルオキナーさん、コメントありがとうございます。夜もセミが鳴いてて笑った。夜もセミ鳴いてますよね今ね。あーミーミーミー、もういつまで鳴くんだお前はって思いながらね、もう枕に染みるセミの声ですよね本当にどんだけ鳴くのっていう。うちの、あの家の近くに木があるんですけど、うん、もうそこから鳴いてるからね、うん、木揺らしたくなりますよこっちも。そろそろちょっと道に落ち始めてきてますよね。いやもういっぱいいますよ、うん、FM の花の近くにもいるしね、うん、自転車の店太郎さん、夜も泣いてたら寝不足で疲れないかな、セミが過労死したりして。いやこっちが過労死するわいこっちがもう、ね、寝ようと思ったらセミ泣いてんだから。こっちもう俺あの100均で買った黄色いあの 耳栓してるからね、うるさすぎて、うん、いや俺慣れすぎてもう入ってこないよ。何があのだスルーできてる。あすごいね、うん、無理無理俺もうホームレスだったのに無理デリケートなりすぎやろ。土詰めてたから、その土、その時はダフンじゃなくて、あと吸い殻とか詰めてたから、うん、ルルド沖縄さん、暑すぎて昼だと勘違いしたのか今間の泣きだったのか。あなんかいいこと言うじゃないですか、うんうん、歌でも作ったらいいんじゃないですかドンチャンネルさん、チラッとチラッとチラッとルルル沖縄さん、スカウトされて。スカウトだってすごかったね、けん玉の2級っていうのもすごいね、うん、けん玉ってなんか世界のけん玉みたいですかね今競技でね、うん、グロケンって言うんだね。グロケン、うん、知らんって何グロケンって思ったもんね、うん、かっこいいねグロケン。グロケンか、グローバル研究会のこともグロケンとか言うんじゃない、はい、ルルロケンさん怪しいな怪しいな
怪しいなって、うん、経験上そんな人に出会ったことがないから、でも本当にすごいなって思うね、うんうん、もう最初はうわえマジでって思うような人もね、うん、やっぱ何かしら理由とかねがあったりとかっていう風にあって、純粋に本当に来てんだなっていう人が言うんだったら、もう本当にもう激レアな人ですよ、うんうん、よくぞ沖縄に来てくれましたっていう、本当素晴らしい、うんうん、疑うなって話だよねマジでっていう感じだと、うん、はい、今日はね本当にいい団体だったなと思いました。たけしさん、東京はまだセミは鳴いていません、カブトムシの方が先かも。なんでセミ鳴かんの、ないなんでこんな暑いのに鳴かないの、今からなの桜前線みたいなドンチャンネルさん、俺も同じタイミングで怪しいなとか思ったもん冗談だけどいや素晴らしいですよ本当に、うんうん、話してて分かるけど、うん、本当に信頼できる方だなって、うん、でこういう方がいたら子供もね預けやすいなっていうふうに思いましたね。けん玉もうまいし、けん玉うまい、遊びがうまい大人っていいよね、うん、かっこよく見えるね、うん、さあというわけでこの番組は後で YouTube にアップロードされますし、ポッドキャストにもアップロードされます。過去の番組ご覧になりたい方はどうぞそちらの方で、トークランチョンビントと検索してみてください。また FM 那覇のホームページも見てみてね。本日のお相手は私ナレント、セバスチャンでした。みんなバイバイ、バイバイ。